す？あ、食べましょう。じゃあまず出てこないです。すいません、ありますパサパサしそうな感じありますけど、何かに、いただきます。あれ、あれ流行ってますよね、うん、なんつうか咀嚼音とかを、あ、なんていうんだっけ、あれバイリンガルでしたっけ、なんか、え、ちょっとなかったっけ、なんちゃら6音、なんかそのカタカナで、カタカナでね、なんか、え、なんかアルファベット4文字じゃなかったんだっけ、そんな感じだと思います。え、何言ったっけな、 SMDMA みたいな、なんかそんな、そんな気がするけど思い出せない。あれ、いや僕あれ最近やろうと思ってて、おお、あれ最近、あれやろう、あれやろうじゃないわ、はい、あれやろうって言ったらちょっとまだ変わるんですけど、はいはいはい、歌のあれ、うん、え、何やろ、その結構あのボイトレするときに意識するのがめちゃくちゃあれなんですよ、ちっちゃく歌をうことを意識するんですよ。おお、なんでなんですか、ちっちゃい、なんか逆っぽく思うじゃないですか、はい、大きい声で腹から声出してみたいな思うじゃないですか、はい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 、でも実際あのボイトレするときは、うん、あのよりちっちゃくこうやって歌うようなことをずっと意識して、それで音程しっかり保ちつつ、うん、しっかり発音もしつつっていうの歌い方をやるんですよ。ええー、めっちゃなんか知りたいっす。あ、マジか。その情報。いや、僕なんか全然歌手でもなんでもないし、ただのカラオケ好きなんですよ。はい、何歌うんですか。僕ですか。今風で言ったらバックナンバーとか。はい、もう好きですね。ちょっとだけ古ないですか。そっか、今やったらオフィシャルフィーですか。確かに今どれぐらいならそっちですか、ね、そうですね、いけたんすね。でも、はいはい、こんなんもう高すぎて僕がしゃべる。いやいや、もうそう、ほんまに逆に、うん、あのキーの高さってゆうきさんがいけるんですか。いや、無理って言わせてください。頑張ってます。でも近くまでやっぱ生きるんや。いや、なんとかね、歌うように頑張って。僕だから、あの8月に、去年の8月にあの出会う前じゃないですか、うんうんうん、最後のワンマンやって、はい、で半年、もう半年か休業してるんですよ、うん、ライブ活動を。あ、でその間毎日あのボイトレしてるんですよ、実は。でも半年ぐらいなんですけど、すごい、めちゃくちゃね、うん、今なりました。いや、そうだね。10年の、いやいや、でそのさっき言ってた、うん、小声でボイトレする、はい。え、それ、それの方がいいんですか。パサパサしますね。飲みましょうか。まず飲みましょうか。めっちゃパサパサしますね、これ。なるほど、そんな下積みされてたんですね、ボイトレ。あの、ずっと。そう。だから、その、あ、その何の話でしたっけ、その、あ、そう、ちっちゃく歌うってことで、うん、あの、例えば、君とのラブストーリーとかあるじゃないですか。 あれをあの今ごめんなさい、パサパサしてるんで、パサパサのせいですね。今のはね、完全にこの歌詞のせいですよね。完全に ねそう、を、はい、あの歌、あ、この歌な、この声なんかいいなと思って、はい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 、これを例えばそのイメージは、うん、ベッドに入ってる時に、うん、横でこうあれじゃないですか、あの子守歌みたいなんで、うん、よくあのおかんとかの子守歌ってなんか優しいじゃないですか。なんかそんな感じですね。そんな感じので、あのカバーをしていこうかなと思って。あ、で、あのマイクこの辺で撮るんですよ。はい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 。で、あの絶対でかい声出したら割れちゃうんで、はいはいはい、君とのラブストーリーとか、ごめん、あー、それ新しいかも。ちゃんとこれで音程をちゃんと決まって保ちながら、めっちゃ難しいですよ。難しいですよね。めっちゃ難しいですよ。なんか今普通にサクッとやられましたけど、サクッとやりました。絶対難しいですよね、それ。めっちゃ難しいです。で、これをあのなんかちょっと僕の顔やったらね、またリアリティが出すぎるから、うんうんうん、なんか綺麗な星の絵とか。星の絵で星の絵で。いや、別に男前だからそのままでいいんちゃう。いやいや、ラブなんすか。いや、もう星の絵で、そう、で、あの、あえて右だけ出すとかね。ああ、イヤホンつけて、イヤホンつけて、うわー、力とか、はいはい、うわー、なんか面白ないですか。エロいですよ。それわー、でもいいかもしれないですね。いや、そう、ささやかれる。をやろうと思ってます。え、やってる人いるんですか。そんな、いや、いないんじゃないですか。日本初ですか。日本初は。確かに日本初の。
や大概みんなやっぱり大声で歌ったりとか、いやもこう、うん、声量バーンと歌ったりするのを載せるじゃないですか、うんうん、もちろんね、逆言ったら面白いかな。いやそれちょっとやってくださいよ、ちょっとやってみますわ。先行してもう誰かにやられる前、こればっかりどうしたんですか。いいな。悪評価がこればっかりと僕もすぐ悩ますけど。いやめげずに、めげずに1回ぐらいやったらマジですか、だんだんこっちがだんだんこっち下積みがまだいる。そう、うわーでもそれ面白いな。うん、いやそうなんですよね。なんでそんなひらめいたんですか。いやそのボイトレやってる時になんかこれ、うん、せっかくやからなんか使おうみたいな、はいはいはい、貧乏心をする、あ多分わかんないですけど、知らんけど知らんけど。そっか、いやでもいいっすね、新しい試みを何か。そうっすね、まあ、なんか毎日やりたいなと思ったんですよそれと、うん、毎日コンスタントにやることって大事やなと思ってて、はい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 、をおやっぱりハードル高すぎたら毎日やっぱり圧迫するじゃないですか、うん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 、あこれやったらできるなっていうラインをちょっと探してたのもあって、なるほどなるほど、うん、なら毎日ウィスパーでね、配信が今決まりましたね、決まりました。毎日配信が決まりました。今日も歌います、歌います。あでも何かをその継続していくとか、はい、ルーティンとかってめちゃくちゃ大事かなって、はいはいはい、僕もそうですね感じますね、うん、だからこの前ゆうきさんと話してる時に SNS、はいはい、ちょっとなんかやり方変えたみたいな、あちょっとまあ人間味出すというか、あめっちゃ恥ずかしい話、いやいや覚えてますよ話聞いてて、いやすごいあれいいなと思ったんですよ。あ、マジですか。うん、やっぱやってるんですか。だからそれこそ一応毎朝おうおうなんか今日の意気込みじゃない、おはようございますから始まって、おはよう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 でいきます、おはようございますって書いて、こいつ毎日なんかおはよう言ってるけど、おはようそれ使っていいですか。明日の朝使おうから、おはようどんな反応来るか、はい、いや僕なんか全然まだまだ大したフォロワーでもなく、はい、そのちょっと人間味出すような感じで、はいはい、ちょっと2020年1月からツイッターアカウントまた作ったんです。あ、マジですか。あのそれこそ僕天ヶ崎の地域情報サイトを運営してるんで、天旅、あそうです、はいはいはい、だからちょっと地域の方とかお店の方との距離を縮めるような形、うん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 、なそんなアカウントにしていきたいなと思って、なるほど。でやっぱりどうしても僕らメディアを運営してるんですけど、うん、まあどんなやつが書いてんねんとか、まあ、僕は顔出しを行っているんですけど、はいはいはい、そもそも、まあ、顔出ししてないメディアって、まあ、いっぱいあるんですよ。あ、そうなんですね。うん、でも僕らは、まあ、顔出しを今してるんですけど、うんまあ、逆に言ったら顔出ししてるんで責任感持たないとダメなんですよ、情報に。確かに。というところで、うんうん、で、あとは、まあ、なんていうんですかね、うん、別に自分らが有名になりたいわけじゃないんですけど、うん、まあその信頼してもらえる、はいはいはい、信頼されるメディアを目指して、うん、まあ顔出しとかずっとやってるんですけど、まあそれの一環で毎日挑戦状というか、うん、でそれ ネットですか今、その雑誌、ネットあ媒体出てるんですか。ネットです。ネットホームページって言ったら分かりやすいんですかね。はいはい、ウェブサイトみたいな。じゃあ天旅さんのところ見に行ったら山ヶ崎でやってるいろんなイベントとかそんなんが見える。ああ、その通りその通りです。ああ、だから開店閉店とかお店の、あそういうことですか。そうなんですよ。なんていうんですかね、その例えばですけど、うん、姫路城って分かります。もちろん分かりますよ、ね、分かります。姫路城がまあリニューアルされたって、まあニュースじゃないですか、一応。姫路にすごい人いません。え、なんですか、姫路に。YouTuber の、はい、え、タクちゃんだったかな、なんかそういう人の名前なんですけど、はいはい、姫路の方ですか。姫路の方で、元芸人やったかな、なんか一回あれ出てたんですよ、あの、よいどん、あの、はちみつさんがブラブラするじゃないですか、はい、え、姫路の種ですか。ぶどうちゃん。あ、ぶどうちゃん知ってるんですか。知ってます。いや、それで見ただけですけど。めちゃくちゃ有名なんですね、あの人。そう、僕よいどん、よいどんしか見てない。あ、そっか、はい、たまたま。でもたまたま、いやいや、でもすごいな。いや、同じような僕らジャンルなんですよ。そうですよね、同じ地域情報サイトで、で、うん、姫路の種、うん、それこそ姫路で多分本当にたくさんの方に
呼ばれてるメディアなんですけど、でその人は、はいはい、まあ、多分今言ったら元芸人さんでもあって、うんうんうん、顔出しガンガンして、はいはいはい、ね、自分がこうマスコットになるってブドウちゃんって言われてるぐらいですし、そうです、ね、マスコットになって、まあリンゴちゃんの駆け出しっすね。ブドウちゃんが先やった。リンゴちゃんの前にブドウちゃん、リンゴちゃんの前にブドウちゃん、いやすごいな、そう考えたら姫路にいたんですね、そんなすごい、なんかだいぶ下克上でそうだもん、そういう、いやそう姫路だけ、姫路城だけにね、かけてきましたね。姫路城に、リンゴちゃんだいぶ抜かれましたけどね、はい、ね、で何の話したで、あ、そうです、そうです。あの、で、だから、まあ、姫路城、例えばですけど、はいはい、姫路城が、まあ、リニューアルして綺麗になりましたって全国的にニュースじゃない、うん、例えば話してます。知ってますね。誰もが知ってます。でも、自分の地元の、例えば、うん、住んでる家の徒歩5分にコンビニできたって、それってその人にとってはすごいニュースだと思いませんか？確かに。だから僕らはそこなんですよ。その遠いニュースというか、結局自分たちが、うん、生活する大半の時間って、その自分の住んでる家からの、まあ、半径何キロだったりとか、はいはい、じゃないですか。だからまあよりもっと自分の身近、うんうん、遠いニュースよりその近くのニュースの方が結局、うん、興味もあるし、うん、コンビニも行こうってなるし、はいはい、だからまあそうやな、なんていうんですかね、逆にその西淀川区に僕住んでますけど、はい、西淀川のこと全然知らないですよ。ああそうなんですか。あの、はい、結構駅近に住んじゃってて、でそうそう、もうすぐ駅乗ってあの梅田とか難波とか行っちゃうから、はい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 、だからその地元を散策することがまずなくて、ああそっか、そうなんですよ、完結しちゃうんですね。そうか、そう、駅とその家の往復だけしか西淀にはいないです、はいはい、なるほど。もうスーパーとかも全部揃ってるんですか。あ、その中にスーパーがあるとコンビニがあって薬屋があって、あ、そう、そんな感じやから、はいはいはい、ずっと西淀ですか。いや、ここね2年ぐらいですね。2年半ぐらいか。確かに、でもそういう層多分天ヶ崎にもいると思います。 その JR 天ヶ崎もそうでしょ。 JR ね、最近多分他からめっちゃ来てますよね。来てます、来てますね。だからそこで生活が完結するっていうのは確かにそうですよね。ありますよね。 JR なんかほんまに駅前で何でもね、うん、そう思いますもんね。めちゃくちゃ変わりましたね。ですよね。それこそあそこダウンタウンが昔、はいはいはい、まあ住んでたと言われてて、はいはいはい、でなんかその浜ちゃんの実家が今、うん、オアシスがあるんですけど、オアシスなんですか。あのオアシス、スーパーのオアシス、あ、はいはいはい、阪急オアシス、 JR 天ヶ崎駅の前にあるんですけど、はい、オアシスのエレベーターのところが浜ちゃんの実家って言われてるんですよ。いやそうですか。そうですよ。結構これね、そのテレビとかでも、マジですか。なんかそうなんですよ、浜ちゃん多分本人も言ってたんちゃうんですかね。あ、これ俺の実家やみたいな話。今エレベーターってですよ。もう潰されてる。そうなんですよ。だいぶ細長い家やったんですね。なんか幼少期結構多分その貧乏なんかそんな感じ、そんな裕福な生活をしてなかったかなんかで、はいはいはい、それこそだからその辺多分ダウンタウン大好きな方が聖地巡りに来られたりとか、ああ、うん、なるほど。尼崎といえばダウンタウンなんでね。あ、でもですね、うん、確かに尼崎といえばダウンタウンですね。今逆に西淀といえば、西淀といえば、西淀なんかいてんすか。その情報、あ、その情報欲しい。思いますね。西淀旅。はい、そうですね。僕ら尼崎旅なんで、ね、西淀旅欲しいです、ね。西淀旅欲しいです。確かにね。まあそうなん、僕らそういうなんていうんですかね、尼崎の出身有名人も記事とかにしたりしてますね。うんうん、そういう。ああ。逆にうちはその新聞みたいななんかあるじゃないですか、フリーペーパーじゃないけど、あります、あります、西淀、はい、メリットみたいななんかあって、うんうんうん、それは入りますけど、あ、でも、まあんまり見えないですよね、失礼な話ね。そうなんですよ、なかなか、うん、そうだからやっぱりその電車乗りながらとか全然関係ないところで、うん、パッて気になった時にパッて見れるのが、うん、これいいとこじゃないですか。そこですよ ね、 ね、今の時代、そう、わざわざ持ち歩かないじゃないね、
ね、フリーペーパーをね、フリーペーパーをこれ丸めて今日はこれとか小さいでしょ。で今やっぱり新聞取る世帯も減って、ああ確かに、ますし、そっかって考えると、やっぱこのこれからネットのメディアっていうのは、だから今そのまあ僕ら一応広告もやってるんですけど、はい、そのおそらく来年あたり、今までその日本の広告、はい、基本的にもうほぼほぼテレビ広告が一番そのシェア多かったんですよ、はいはいはい、テレビ広告がまあ何兆円とこのシェアを持ってたんですけど、ネット広告がだんだん大きくなってきて、今なってますね。来年になったら多分テレビ業界追い越すって、うーん、すごい今その本当にネット中心の時代に、はい、そんな数字見てもなってきてるなってとこで、うん、だから僕らも時代に合わせてこうやってね、うん、コンテンツ作ってるつもりではあるんですけどね。確かにこういう一応インターネットのメディアもそっか。でもその地域的なところを発信しようと思うとネットの方がいいかもしれないですね。でもあのテレビのあの何や何じゃ広告と、うん、そのネットの広告って大きく違ってるなと思って、テレビの広告って、うん、要はあの新しい発見が生まれる場所なんですよきっと、はい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 、で全然関係ない、あの僕にしたらほんまに関係ない、例えばブラジャーの CM とかあってるわけじゃないですか、やってるし、ちょっと関係あるかもしれない、うん、なんか何だろうな、そうだな、分かれへん、なんかね、なんかの CM があって、であのそれを見て、あ興味持ったりするかもしれないですけど、はいはいはい、ネットの広告ってあれ裏でちゃんと AI が働いてて、この人こんなん見がちっていうので当ててくるじゃないですか。当ててきますよね。そうでしょ。だから逆にそれはいいんですけど、あのそのあの自分の興味ある以外のものって、そこになかなか広がらない。確かに深く狭くなっちゃうから、だからその地域的な自分のその要は住んでる地域とか、今検索してることとかいうにそのスポット当てていこうと思ったら、やっぱネットかもしれないですね。はいはい、まあそうですよね、そのターゲットが絞られてるので。そうそう、確かにテレビはそうです、自分が興味ないものも入ってきますもんね、うん、そう、うん、ジェイコムとかでね、まあ変な話、まあ、京都とかの人に尼崎の情報流してもねっていう話ですもんね。そうそう、なんもまあスルスルされるだけじゃないですか、うん、確かに。ゆうきさんが、はい、例としてブラジャー出したのおもろかったですスルーしましたけど一回あの自分と関係ないっていうその例えで関係あるんかな。いやいや分かんないですけど、関係あるんかな、ああいや、まあ、そうっすね、いろいろでも考えてはるんや、そういうんで、いろいろそうっすね、うん、なんか最近いや本当この時代の変化を、はい、感じるというか、ほうほう、なんかまあインフルエンサーもうだいぶそう言われだして感じはしますけど、なんか個人の時代、はい、ああなんか言われますね、言われてて、うん、SNS をまあ評価したんですか、NNN みたいなちょっとなって思ったんで、僕は言い直す、MDMA みたいなそれは、はいはい、そうなんですよ、だからなんかこうね、その SNS とかも頑張っていかなあかんのかなとか、あ、うん、なんか個人の時代って言われてて、確かにそうっすよね、なんか、うん、今強化してるなんかあるんですか、僕ですか、強化してること、ここ重要視してる的な、なんかでも YouTube、 あやっぱり YouTube でもね、ちょっと遅いなと思ってるんですけど、いや、ま、正直、やどんなやろ、分かんないそう、ギリギリですか、ギリギリですよギリギリでしょ、でも今だってなんかいろんな芸能人また YouTube 解説しだしましたよ、ね、あ、宮迫さん帰ってきましたね、帰ってきました ね、本当ですわ、ね、全然思わないやんと思って見てましたね、ねえ、なんかまっちゃんとかも早いやろみたいななんか言ってました、ね、あなんか宮迫みたいな、キングコング西野さんはなんか応援してましたけどね、あ、ほんますか、うん、なんかそれ以外もヒロミさんとかが DIY してヒロミさんおったねえ、まあでもそれこそまあ何て言うんですかね、才能ある人は YouTube で何ぼでもこう、うんうん、そうっすね、ファン増やせれるっていうことですよね、今って多分そうやと思う、うん、うん、YouTube でもそうっすね、あの見てる人数ってあんま変わらへんかもしれないですけど、うん、やってる人数多くなったじゃないですか、あ
ということは多分 YouTuber の利益がめちゃくちゃ減ってるはずなんですよ。あーはーはーはー、そうっすよね。 やる人が増えてきてますもんね。そう、多分倍以上さ、何倍かなってるでしょ、やる人。でも見る人何倍にもなってないから。見る人は確かにそうかもしれないですね。ですよね。そうなると YouTuber のなんですかね、その肩身がだんだん狭なってきて、はい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 、はい、で芸能人が入ってきて、いや本当に今芸能人がどんどん流れてきてるから、どうなんだよって。ですよね。これちょっとやばい時代ですね。もうだって、でも YouTuber 多分ヒカキンさんとかはもう次行ってんちゃいます、わかんないですけど。ああ、もう始まってるんですかね。いや始まってるでしょ。あの人一番先取りしてますもんね。そうそう、本当に YouTuber の先駆けで、うん、先陣切ってやってきてるから、やっぱり先見の、ね、目があるから、目があるってことですもんね。もうなんかあるんでしょう、多分僕らの気づかない、うん、5年後になんかなるやつが、何やと思うんでしょう。めっちゃ、それめっちゃ知りたいっす。めっちゃ知りたいっす。次に来るなんかプラットフォーム的な、ね、そうですよね、うん、なんなんやろ今 YouTube、 YouTube、ね、まあはい、Twitter とかインスタとかは来たじゃないですか。来た来た、来て、で YouTube が来て、来て、その次ですよね。ライブ配信は、まあ、ライブ配信来てますよね。ですよ、来てますっていうか、もう結構もう当たり前になってきてしまってるけど、うん、あ、でもそこにまだ芸能人は入ってきてないのか。あ、そうなんですか。あのライブ配信、僕ね、そこまであんまり詳しくないんですよ。はいはい。なんかあれもいろんなツール、そのあるんですか、うん、なんか、あ、アプリっていうか、そう、ありますよね。はい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 、あのショールームが有名だったけど、ショールーム前田さん、はい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 、あと、まあ、LINE ライブとか、はいはいはい、なんか最近ポコチャとかできたし、ポコチャ17ライブとか、あ、17は聞いたことありますね。あれはこうなんて投げ銭みたいな感じですか。あ、そうですよね。だからなんか17では結構主婦の方がもう 何千万儲けてたりとか、はい、主婦がどうやって儲けるんですか。もうずっとあの、はい、いや画面見てこうやって喋ってるほんまですか。普通にな、料理とかでもなく、でもなく普通にファン、綺麗な主婦。僕見たのはね、そのテレビのクローズアップされてたのは、マダムみたいな感じなんですか。いや、普通のほんまに若い奥さん、ちょっと綺麗な、ね、はい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 、可愛い、はいはいはい、そこに見に来て、あ、こんにちはとか言ってコメントもらったら、うん、ちゃんとあの受け答えして、あ、テレクラみたいな。なるほど、なるほど、うわ出まして、はい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 、はい、みたいな、そんな感じですか。でもそんな普通にあの世間話してるだけでこうピュッて投げられるんですか。投げられるんでしょうね。そう、17で、うん、17はあの時給とかありますからね、あれ。どういうことですか、時給。時給、月給か、あの月週何時間以上を配信しないといけないっていうのがあって、はい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 、ちょっと細かいこと忘れたんですけど、はい、ちゃんとルールがあるんですよ、うん、これ以上や配信してくださいねと、うんうん、っていうのがなんかその要はバイトみたいな感じでできちゃうっていう。なるほど。一応その、なんていうんですか、出演者っていうのはその、うん、雇われてるっていう感覚でいい。あ、そうかもしれないです。だ、僕も来ましたもん、17ジャパンから。おオファーが来て、はい、あのゆうきさんみたいな感じで、多分ツイッターかなんかで来たのかな、はい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 、来て、でやりませんかみたいなんで、はいはい、で僕来ないからとりあえず話は聞くじゃないですか。うん、で結構詳しく、うん、どういうことなんやろっていう興味だけで聞いてて、はい、じゃあなんかそういういろんなパターンがあって、あのその時給制じゃないけど、そのインセンティブっていうか、うんうん、ハートが投げられた分だけこんだけ何パーセントお返しとかあるらしいです。選べる。すごいな。多分17を日本に広めようとしてる17ジャパンっていう会社があるんですよ。はいはいはい。が、その戦略だと思うんですけど、はい、いや17のライバーをやってる人をね、うん、どんどんまず増やさないといけないっていう時期なんで、そう、だからそれをやってましたね。それって YouTube の後ですか、その出てきたの。17っていうのは YouTube の後だと思います。YouTube ってでもめっちゃ古いんですか。 YouTube は結構そうですよね、まあ、ね、まあ最近爆発的にもう見るようになれただけで、そう多分スタート自体は結構前からですもんね。結構前ですよ ね、うん、うん、確かに、うん、はあ、そっか。でもこの YouTube に、まあ、はい、チャレンジしてるわけじゃないですか。うん、なんか YouTube はちょうどよかったってなんか。でもなんか他があれば他にパッと映るんですけど、あ、それこそ予想します、やっぱり。あ、すいません。何やろな、次来る次来るやつ、
でも動画関係ですかね。あ、でもそうかな。あ、まず静止画か動画かで言ったら動画かもしれないですね。ね、インスタで終わり終わったでしょ。この前教えてくれた、はい、あの 5G、はいはいはい、がもう来るから 5G 来ます ね、 ね、やばいですね。いよいよもうなんかもう CM でやってないですか、あの会議が VR みたいな。うわ、まあ、CM でやってましたよこの前。会議この時代が来たみたいな。会議が VR、 すごいなこれが要は VR みたいな、実はお互いの家に行ってみたいな。なるほどなるほど、ええ、すごい。あ、この前あれやってきて、僕あの梅田に VR ゾーンって知ってます？いや知らないです。ヘップ5あるじゃないですか、はい、観覧車の、うん、あそこの上にあの VR の遊園地があるんですよ。なんですかそれあ、ね、そっか、6000ぐらいで遊び放題なんですけど、はいはいはい、4000やったかな、遊び放題なんですけど、あのほんまに VR つけて、僕パックマンやりました、うん、パックマン、あの、あのでなんかグローブみたいにつけられるんですよ、はいはいはい、でカチャってやって耳もやって、うん、でそのスタートってなったらもうそこがパックマンの、 あのフィールドなんですよ。あ、そっか、 VR で、うん、VR フィールドなんですよ。で あいつら来るんですよこうやって、うわ、逃げながらこう球をこうやっていろんなところにあるから取っていくっていう。なるほど、ほんまに取れる、取れる、ほんまに。うわすげえ。これでパコってやったらトゥルルルみたいな、はい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 、で走り回ってわ、はい、ーって取って、へえ、めっちゃ楽しかったでほんまにつけてたら、うん、もう異世界に。あ、異世界、異世界です。うわ、やったことないですよ VR。 マジですか、もう絶対やってみてください、あれ、めっちゃおもろいです。めちゃくちゃ面白いVR か、そんな時代なんですね。VR ってすごくないですか。すごい。やっぱりその僕が VR もしやるんやったら、はいはい、こんなん言っていいんですかね。やっぱりあのちょっと大人の動画見てみたい。ああいいですね。いいですね。ちょっと大人の、はい、動画やっぱり、はい、見てみたいな。18歳以上とか。あんまり大きい声に言えないですけど。はいはい、どういう大人の VR ってどんなのかね。あ、大人のすか。いやもう あんまり考えないです。もうストレートに解釈してくれたあのだったらタッチありきじゃないですか。ああ、眺めるだけで、それは。まあそうですよね、眺めるだけですよね。あ、それはそれで好きな人もいるかもしれない。そうですね、それでもいいですけどいやー、へえ、あ、でもそうかもね。 VR とか来ますよね。ねえ、 VRもっと身近にみんなつけれるようになるんですかね。今なんか一応、はいはい、あの、うん、売ってはいますよね、 VR って。なんかありますよ ね、 ね。でもまあそんな簡単に買えるような額ではなかった気もするから、うん、うん、あんまりこう、でもそのさっき言った、うん、ここで会議ができちゃうっていう世の中も世の中でなんかちょっと寂しいもしますよね。確かに確かに、そうそうね、うん、あ、なんか、これ難しいですよね。でもね、なんかそ、僕らもメディアの仕事じゃないですか。はいはい、まあどっちかというとネットの、うん、パソコンで編集してっていう仕事なんですけど、うんうんうん、ね、ネット上で記事をアップロードしてっていう仕事にはなるんですけど、はい、やっぱりこう結局はそのサイトの中の記事作りにおいても、はいはい、記事を読んで最後には、うん、まあ、そこに行きたくなるような、はいはいはい、構成、そうですね、っていうようには意識はしてるんですよね、うん、その、はい、ネットからリアルの世界へっていうところ、うん、ネットだけで全てが完結しまうっていうのはやっぱ寂しいなって、うん、メディアを運営しながら思うんで、はいはいはい、だからネット、僕らはそのリアルにまあつなげるためのメディアというか、うんうん、余計地域情報サイトでもあるんで、結局は地域の、ね、まあ頑張ってる商売してる方とかに、うん、まあ、地元の人がお金を落とす、はいはいはい、そういう、まあ、サイクルができるような、うん、まあ、手助けを、ね、こう偉そうですけどできたらなっていうのは、まあ、そうですね、このね、まあすごい便利な世の中なんですけど、便利ですね、便利でも意外ともう調べたら何でも出てきちゃうじゃないですかね。え、何でも答えありますよあ、でもそういう意味では知らん情報がを投げてくれて面白い感じがあるんですかね、天谷さんも。どういうことですか、知らん情報。例えば、はい、そのカフェ行きたいとかなったら、はい、食べログ見るじゃないですか。まあ基本的そうですよね、そうね、うん、で、なんか尼崎のなんちゃら、まあ尼崎城行きたいとかなったら尼崎城を調べるじゃないですか。調べますね。
でもなんとなくこのなんかないんかなっていうところのニーズに、目的地は決まってないけど、決まってないけどなんとなくこの辺に何がなんかあるかなみたいな、うん、だからそういう読者いるかもしれないですね。そうですよね、はい、なんとなく見てたら、うん、なんかこれいい面白そうみたいなが、なんかその要は、まあ、言うとさっきのテレビかネットかの入ったらテレビの方ですよね。どっちかだ近いかもですね。ね、うん、結局あの尼崎に住んでても、うん、それこそゆきさんのように、うん、西淀に住んでても、うん、もう駅周辺で完結するっていう人もいるじゃないですか。だから僕らはまあそういう人に対して、いや、うん、尼崎にちょっとレーダーこんな店できたよみたいな、うんうんうん、わざわざ多分行かない人が本当に多いと思うんですよ。確かにそうですね。そこの手助けじゃないですけど情報の提供というか、それはだからそういう意味では、うん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 、そのテレビと似てるかもしれないですね。確かにそうですよね。なんか そっちの方にね特化してたら面白いですよね。ああそうですね。パン屋さん行きたかったらパン屋さん調べますもんね。調べますよね。そうですよね、うん、いやでもそっかいいっすね、うん、新しく、うん、SNS SNS でしたっけ、うん、SNS 何て言いましたっけ初め一番初めです。 MMS かなんか言いましたね。何言いましたか、いろんな話しました。もう忘れた。そうですね、今日の話忘れました、ね、ちょっと飲んで飲んで飲みましょうか。大丈夫ですか、こんな需要あるかわからん話してほんまに。こんなんで大丈夫なんですか。マジ大丈夫なんですか。いやいいと思いますよ。別になんか視聴者を全く無視した YouTube それもおもろいですね。そう、あの基本的に、はい、コンセプトはあれなんですよ、はい、自分だけ決めてるのがあって、はい、スタンスっていうか、はいはい、僕が誰かとコミュニケーションを取るだけのツールなんですって。いいっすね。なんかいいカメラはほんまほっといて、ほんまにこうね、そうカフェでまあ二人で雑談してるというか。そうそう、あでも変わりますもんね、カメラ意識してるのと。あ変わるっす、ね、絶対変わる。普通に会話してるのって、うん、変わるかな。いや結構なんかアーティストとかその俳優さんとかはめちゃくちゃ変わりやすくて、まあ変わる商売じゃないですか。あ、まあ、スイッチ入れるのダメですもんね。そうなんですよ。はいはいはい。でもなんか変わってる姿ってみんな見てるから、うん、あのそっちじゃない方を欲しいなと思った時に、あすごいわかるわ、それすごいわかります。そっち見たくないですか。そっちみたいです。ね、素顔という。素顔。もう完全オフの。有村架純さんの完全オフみたいです。いやー、完全オフ。大はそれ。逆にさ、インスタライブとかやっても、はいはい、なんか、やっぱりそれ用にやってるじゃないですか。そうですよね。プライベート感出してるけど。出してるけど、やっぱりいいですよね。そう。うん。やっぱどうしても、ちょっとオンになってしまってる感じが。そうなんですよね。うん、やっぱ有村架純さんのあれそれみたい。普通の。いやーでもそれめっちゃ見たいですよ僕も。見ないしね、綺麗ですしね、あの人かわいい。伊丹出身のね。そう、ね、あでもそれいいっすね、ほんまのオフの姿を、うん、配信 していかれるっていうのは面白いと思います、うん、ありがとうございます。いやなんかほんまにめっちゃ大物言ってくださいよ最後。誰そうですね。でもやっぱアーティスト、ゆきさんアーティストなんで、はい、そうですね、うーん、リアルなとこ、リアルなとこで言いたいですね、うん、リアルなところ、うん、いやほんまに言ったらそら、うん、桜井さんとか。いや僕もそれ。いやそれでしょ。でもいややばいですか、ここに桜井さんってやばいですか。いやもうやばいっすよ、夢のような話。やばい、頑張ろう俺、頑張る気になりました。ほんまに頼む。最初桜井さん来たらもうやめます。いやもうやめてください。僕らも一緒なんです。最後僕らもダウンタウンさんにインタビューが夢なんです。あ、はい、あいいっすね。だから桜井さん、桜井さんをこのダベリバに読んだら、はい、僕はやめます、はい、ダベリバ。うわ優秀の美ですよ。もうほんまに、ね、あいい歴史に名を刻みます。あいいですね。